どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このホットカーラー、これについて紹介します。はい、ということで、ホットカーラー、今日はこれを使ってスタイリングやっていくんですけど、どういう方におすすめかって言ったら、まあ基本的にコテがちょっと苦手な方だったりとか、ストレートアイロンうまく使えない、ブローもあんまり難しくてできないっていう方に、これだと結構巻きつけるだけで綺麗にちょっとボリュームアップが出て、あとこう毛先のカールが簡単に出せるっていう、方法になります。で、まあ大きさもいろいろあるんですけど、今日はもうミディアムぐらいの、髪の毛の長さに、肩に向けての、あとはちょっと猫毛だったりとか難毛の方でボリュームがちょっと欲しいという方に結構おすすめの方法になってますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはブラシでブラッシングをしていきます。これはアイロンとかを使う時もそうなんですけど、まずはじめに絶対にブラシで溶かしてください。絡まってる状態でやったりとかすると綺麗に巻けなかったりとか、パサつきの原因になるので、しっかりと溶かすようにしてください。次にブロッキングです。だいたいサイドと、あと、耳後ろぐらいでバックとサイド分けて、で後ろもだいたい半分ぐらいに分ける、この状態からカーラーを使っていきます。でご自分でやるときは、もうここのブロックさえ巻けば全然問題ないので、最初からこういうふうに分けとかなくても大丈夫です。でも今回は、分かりやすいように分けてる状態からやっていきます。今回使っていくカーラーがこのグレーのこれ 25mm で、次にこう紫っぽいのが 30mm で、このちょっとブルーっぽい感じのが、35mm、この3つを使っていきます。で基本的に 30mm メインで巻いていきます。じゃあ巻いていきます。まずトップの部分を分け取って、でこの大きいやつ、青色のやつですね、 35mm で巻いていきます。でカーラーを巻くときにそうなんですけど、これちょっとギザギザになってて、このカーラー自体がで髪をちょっ とこうやって溶かせるようになってるので、少し毛先の方を何回か溶かしていただいて、毛先をもカーラーのこのところまで持っていくんですね。でそこから巻いていきます。ぐる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 。で根元まで巻いたら、こういうストッパーみたいなのがあるので、これをカーラーに挟むだけ、これで固定されます。次に後ろの髪の毛を巻いていきます。でここではこの紫のカーラーですね、これで巻いていきます。でここのギザギザの部分で少しだけ引っかかりがなくなるぐらい簡単に通して、溶かして、で少し前に若干ですけど引っ張りながら巻きつけていきます。なるべく毛先を折らないように慎重に巻いていきますね。こんな感じで巻きつけてもらって、さっきのストッパーですね、これで固定します。次に横の髪の毛ですね、ちょっと分かりやすいようにもうこっち側から先にやっちゃいますね。同じように紫のやつで若干溶かして、で前に向かって毛先をなるべく折らないように慎重に巻きつけていきます。でストッパーで固定していきます。では反対側も同様に、後ろから少し溶かしてカーラーで、で若干ですけど前に引っ張りながら毛先から巻き込んでいきます。巻き込んだらストッパーで止めていきます。でサイドの部分も同様にカーラーで溶かして、で前に引っ張りながら
毛先をきれいに巻き込んでいきます。で、ストッパーで留めていきます。で、ホットカーラーで前髪を 25mm のホットカーラーでしっかりと溶かしながら巻きつけていきます。で、ストッパーで止めていきます。で、1分ぐらいで前髪を絶対外した方がいいと思います。で、それ以上やりすぎると結構カールがつきすぎたりとかする可能性があるので、もう1分で前髪は外してください。で、1分後、前髪を外します。すると、このぐらいの自然なカールがついてますね。で、他の部分もだいたい1分ぐらいでいいかなと思うので、一番最初に巻いたところから、外していきます。で、後ろの部分。結構しっかりとこうカールついてませんか？グリーンと。前髪もそうですし、後ろも。結構しっかりとついてて、で、表面の部分もどちらかといったらこう立ち上がりふわっと根元がしてるかなと思います。で、この状態でオイルをつけていきます。で、オイルをつける時も毛先の方からつけてください。しっかりとツヤを出すように。で、毛先の方ついたら表面の部分ですねもつけていきます。で、表面の部分もある程度ツヤが出たら最後に前髪を整えていきますね。もうつまむような感じで前髪はつけるといいかなと思います。で、ある程度バランスを整えたら、次にこう束感、ちょっとこう取ってあげて、少しこう束を出してあげる。そうすることによってこう抜け感みたいなのがしっかりと出るので、こなれ感が少し増すかなと思うので、ちょっとこう束を出すような感じでスタイリングしてみてください。はい、ってことで、こんな感じでやってみました。結構、まあ簡単だったと思います。巻く本数も6本しか巻いてないんですけど、ちょっと難しい人は、髪の毛の量が多い方は、もうちょっと本数巻きつけた方がいいかなと思います。で、そういう方、髪の毛の量が多い方っていうのは、大体ボリューム抑えたいじゃないですか。で、抑えたい方は、ホットカールちょっと向いてません。どちらかというと、ボリュームが出ちゃいます。で、逆にボリュームが欲しいっていう方は、結構おすすめなので、さっきの本数で、6本で巻いてあげると結構、形も綺麗にできるかなと思います。で、1個注意点なんですけど、この辺、まあ、やっぱりこう温度が結構高くなるので、こう巻きつけるじゃないですか。巻きつけた時に、まあ、この辺触る分には、まあ、多少熱いぐらいなんですけど、ちょっとこの辺の横の部分ですね、この鉄の部分があるんですよ。ここでこう外から温めるんですけど、ここ触ってしまうとむちゃくちゃ熱いです。結構やけどまでいかないかもしれないですけど、熱ってなるぐらいな感じなんで、ここは触らないでいきます。どちらかというとここだけで巻きつけてやってあげると、そんなにやけどもしないで、簡単にできるかなと思いますので。で、前髪に関しても、まあ、さっきも言ったんですけど、1分以上置いてしまうと結構グリグリってなる可能性がちょっと高くなります。まあ、髪質によって、もう私、カールがつかないという方は、1分以上置いてもいいかもしれないですけど、まあ、何回かちょっと試してもらって、自分の、なんかベストな、こう、なんですか、カール具合を、ちょっと探してみてください。僕、大体基本的に1分ぐらいでいいかなと思うので、で、巻きつけて、で、さっきのストッパーで止めておく。か、もしくは、結構カールがつきやすい方だったりとか、ちょっとこう、前髪に少しこう、なんですか、丸みが欲しいという方は、このカーラーを、巻きつけた状態でちょっと時間を置く。なんかどちらかといったらこう、なんていうんですかね、巻きつけてストッパー止めないで手でちょっと押さえとくみたいな
感じでやると結構ね、ハドした時に結構自然な感じになったりとか、それだったら別になんか1分も置かなくて本当に20秒30秒ぐらいで、綺麗なカールもつくかなと思いますので、それでやってもらう方法もありかと思います。で美容師さんはそういう風に、使ったりとかはします。なんですけど、カールがつきやすい方、それでもちょっと怖いっていう方はマジックカーラーの方がおすすめなので、前髪に関してはマジックカーラーでカールをつけてあげてもいいかなと思います。簡単にちょっと今日はやらせてもらって、こんな感じでやるだけでも簡単にカールも出ますし、綺麗にスタイリングもできるかなと思いますので、まあ、基本的に、1分ぐらいで、1分でちょっとカールをしっかりつけたいんだったら3分ぐらい置いてもいいかなと思うんですけど、まあそれ以上つけすぎるとちょっとグリグリってなったりとか、カールもう本当にボリューム出やすい、出やすくなってしまうので、大体まあ全体も1分から3分ぐらい、3分ぐらいあればいいかな。で、やってあげると綺麗な、カールも出るかなと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。またこの動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。